こんにちは、塾の久保です YouTube でお金を稼ぎたいと思っているそんなね視聴者の皆様そしてタカさんにメッセージになりますえ今回はねこの気になる男シリーズっていうのが始まって2ヶ月弱ですかねその間にタカさんとの動画気になる男シリーズはきっちり100話を撮ることができましたそしてこの100話の間に生まれた売り上げが まあ見えてるだけでね30万あるわけなんですよ。これどうですかね皆さんの副業、副収入として考えた場合、まあこれをね、1ヶ月でやったというふうに計算しやすくすると、1ヶ月で100話を取って30万。これでなんとか家族4人やっていけないですかねもちろん一人暮らしだったらちょっと30万というと心強い金額でしょ でタカさんも一つ目標を掲げて30万っていうふうに打ち出した時にその30万に向かってこのやり取りをしていきましたえそしてプロモーションセールスこちらの方もやっていってズーム対談などその中に入れたりとかねで、えー、私もティーアップもしますしその上でこのやり取りの中で一定の価値を見いだす信頼を得るその上でタカさんのコミュニティ ね、YouTube 塾っていうのを紹介したわけなんですけどもどうしてねこの YouTube 塾が有効なのかってことも大事なんですけどもこの「気になる男」シリーズのやりとりってほぼ毎日行われてましたよねなんでほぼっていうかというとね休んでる時はなかったわけなんですけども1日に2話以上のやりとりがある,時もあるんですよだからプラスの意味でほぼ毎日なんですよねこれ例えて言うと1週間が7日あるとして1週間に10日 あるような感覚で、まあ、ずっとね、活動していたってことなんですよ。もちろん、お互いに体を休めるときとか、気分転換を図るときとか、家族と暮らす時間とかね、そういったのを持った上で、この気になる男シリーズのやり取りは継続したわけなんですよ。で、結果的に30万というお金がここに生じましたよね。そして、お支払いいただいた方にも、それ以上のお支払いいただいたお金以上の メリットを与,えると思います与えていることが本当ならばこれはですね今回101話になりましたけどもじゃあ次のね200話に向けて新しい30万に向かっていくっていうことなんじゃないかなと思うんですよ一つの目標を達成すると力尽きてねそこから減速し始める人もいるんですけども、まあ、それではね稼ぎ続けることにはならないんですよ稼げたという一つの目標達成の後には 稼ぎ続けるという新しいレースが始まるんですよね。まあ例えて言うとゼロ一が稼げたということ、一から百が稼ぎ続けたってことなんですよね。ゼロから一、ないものからあるものに転換していくのはものすごくエネルギーがかかります。ですのでそこまでの圧倒的なエネルギーは必要ないんですが、だけども同じかそれ以上のエネルギーをかけることによってこの一から百が一から二百にも一から千にもなるわけなんですよ。 こうやって速火力、稼ぐ力っていうのはどんどん速度を回していくわけなんですよね。考えてみると、稼ぐ実績がずっとない私とタカさんのまだ気になる男シリーズがやりとりされてない時と比べて、気になる男シリーズが始まって100話というね、第一歩を示した時に確実なる売り上げっていうのが生まれたということで、今度は実績がついたわけですよね。そうすると、やってる方も見てる方も 100話ででで万一つの区切りができるわけなんですよじゃあ単純に考えて100話で30万なら1000話で300万ってことになりますよねどうでしょうかじゃあ1000話で300万なら1万話で3000万ね1万話で3000万っていうとちょっとした住宅ローンが払えるレベルですよで1万話つくのにどのぐらい 日数がかかるのかなってことを計算すると、三十万百話が一ヶ月というふうなペースでいくと、今度はですね、百ヶ月かかるってことになっちゃいますよね。百倍ですからね。でも百ヶ月ってどのくらいですかね。八年ぐらいですか。八年かけたとしてね、八年で三千万だったら結構良くないですか。八年で住宅ローンが終わっちゃうんだったら早くないですかこれ。だって住宅ローンで三十年とか三十五年でしょ。 で、単純に考えてただけでもものすごく割のいいことをしてるっていうふうに気づくと思うんですよしかもここには出勤が必要ありません顔出しもしなくていいっていうねこともあります今回のタカさんとの気になる僕シリーズンのやりとりで面白いのは顔出しをしない人と顔出しをしてる人と名前を明かしてる方と名前がよく分かんない人と、ね、タカさんっていう名前しか見えてないですからねでもその中でやりとりしていくと 要は売り上げが生まれるってことは別に顔出ししようかしまえがあんまり関係ないんですよね。要するにコンテンツ。コンテンツってのは中身って意味なんですけども中身がちゃんとあるかどうか信頼に足るものをそこに発信してるか隠さずに現実事実を向き合っているかそういったことが大事なんじゃないかなと思うんですよ。だってね稼ぐ人っていうのは稼いでない人に足を引っ張られてる状態なんですよ。 でもその程度で足を引っ張られるようだったら稼ぎ続けることはできないんですよね。家族の中で稼ぎ手が一人だとしたら残りはみんな使い手だっていうね使うばっかりなんですよお金かかってばっかりですよね。でどれだけ物価高だとかね増税だって言っても真の意味で苦しんでるのはお金を稼いでる人だけなんですよ。ももちろんお金を使う方も 高くなったわねって感じで、なるべく安いものを探してくれてると思いますけども、でもそのレベルなんですよ、言ってみれば。安いものがなければ、少々値段が張るけども、こっちを買うっていう風うな最終着地はあるんですよ。でもその、しわ寄せと言いますか、結果的に必要な金額っていうのは全部稼ぎ手に来るんですよね。ずっと30万で足りていたのに、増税、物価高、世の中の変化によって、生活コストが35万に上がったら、 30万稼げた優秀な人は今度はね35万を稼ぐことを要求されるんですよさあそれだけじゃないですよこれから先のことを考えると基本的には世の中はどんどん物価が上がります必要なお金が増えていくんですよ必要なお金が増えていく上に賃金は30年上がってないわけでしょむしろ100万以上下がってるわけですよその稼ぎ手が圧倒的に不利になったそしてお金を使う人っていうのは確かに切り詰めないといけないところあるけども 最終的には切り詰めずにお金を使うんですよ。そうでしょ。だって、水道代っていうのがありますけども、水道代って節約できますかね生きるのに必要だから使ってたわけでしょじゃあ、お水を飲むのをちょっとやめましょうかとかね。お味噌汁を作るのをやめましょうかとか。お風呂を減らしましょうかってことに、まあ、ならないでもないけど限界があるじゃないですか。圧倒的に、その、あっという間に限界きますよ、これは。 暮らしていくのに必要最低限な電気。これもいるわけですよ。その必要最低限の電気。今までも決して無駄遣いをしたわけではないと思います。つまりは削減するのに限界がすぐ来るんですよ。さあ、ここで大きな選択肢が私たちの目の前にあります。節約して切り詰めても限界はすぐ来るんですよ。じゃあ同じ労力を稼ぐ方に投入したらどうでしょうか。1万円節約するのと 余計に1万円稼ぐのと。いや、どっちが大変かなと思ったら、私はね、圧倒的にね、1万円を削減する方が、なかなかこれはね、過酷だと思いますよ。しかも、節約には限界があります。どんなに節約して切り詰めても、じゃあ、生活コストがゼロになるかってったらゼロにならないんですよね。じゃあ、月間で30万生活費がかかっていた一つの家庭が、仮に生活コストを切り詰めてゼロにしたとしましょう。 30万円を節約したとしますよね。その労力と、じゃあ30万の所得を60万にする所得と、そういった行動とね。同じように見えますけども、どっちが大変かなと思ったら、私はね、ビジネスをしている手前かもしれませんけども、30万経費削減するよりも、稼ぎを30万から60万にする方が簡単じゃないかなと思うんですよ。しかも、モチベーション湧きやすいですよね。 節約するモチベーションってどこまで続きますかねご飯を食べようと思っても今日からおかわりなしねとかね。で、ハンバーグがおかずにポンと2個乗っていたのが1個になるとかね。モチベーション湧きますかねで、どんどん減らしてあげく何もなくなるわけですよ。そんな方向に向かいたいですかねでも、稼ぎを増やすことによって、まあ、増税や、 物価高はあるけれどもそれ以上に稼ぎちゃったとなるとなんかねそっちの方が先があるような気がするんですよねもちろん多くの方が稼げなくなるよりも稼げる方向を望むんじゃないですかじゃあ今一つの主な稼ぎ口お勤めってものがあってね月に30万もらっていたとしましょう そこに同じお勤めを頑張って35万にすることってなかなか難しいと思うんですよ。給料の査定っていうのはそんな簡単には進まないですからね。でもそこの給料は30万のままでも空いた時間で YouTube をすることによって月間で1万2万プラスで増えていったらどうでしょうか。YouTube という新しい収入源を手に入れることによってさすがにそれでマイナスになることはないと思うんですよ。経費がゼロなんでね。っていうことは 月に100円でも200円でもプラスになったらもうそれはプラスなんですよね。まあそういうふうにして少しずつ自分の所得を上げていく工夫はできると思います。労力がかけるようでしたら YouTube の他に Instagram でもいいんじゃないですか。そういうふうにプラットフォームを一つずつ増やすことによって収入源っていうのは増えていくと思うんですよ。まあメルカリに目を向けてもいいですよね。家の中のいらないもの。 家の中の家族が消費して消費しきれなかった余ったものをメルカリに出品すればそこでまたキャッシュが生まれますよね誰も使わずに買ったんだけども無駄になっているものがお金に変わるわけですからこれはゴミから金額が生まれたことにもなると思いますでそうやって生まれたお金でさらにね無駄かどうか分かんないけども欲しがってるものを買うことにするとなんかリサイクルができるんですよねお金のリサイクルですよね、まあ、そういった形で この家の中から、こう、プラスアルファで収入を生むっていう方法もあると思います。まあこれはもしかしたらね、奥さんや子供にも楽しくやってもらうことができるんじゃないかなと思うんですよね。小学校の頃使っていたけども、もう使わなくなっちゃったもの。中学に学し進学した際に多分いっぱい出てくると思うんですよで。そういったものを売ってみるとかね。まあ私はね、中学や高校の教科書を買うことがあるんですよ。定期的に。 その時代のことも勉強したいんでね。で、メルカリで教科書で検索すると、卒業生さんのね、中学や高校の教科書が出品されてるんで、これが安いんですよ。まとめて3000とか5000とかね。もちろん、それを手放す人は、もう使わないと思うから出品するんでしょ。その人にとってはもうね、価値がなくなったもの。でも、これから中学や高校の勉強したいなと思い直している私にとってみたら、それは3000、5000を払ってても、手に入れたいものなんですよ。 こういうふうに世の中には価値を感じるものと感じないものっていうのが人それぞれ違うんですよね時期によっても違いますしそれから金額によっても欲しがる欲しがらないって変わってくるでしょう思えば中古車って何で生まれるかっていうといらないよっていうふうに言った人とそれ欲しかったんですって人とが結びつくからなんでしょうねでもその車を手放す人でも新車時代にはものすごい価値を感じて そのお金を払っているだけなんですよ。だから車の価値自体は客観的には変わってないんですよね。オーナーの個人的な主観が変わってきたから手放すという選択もするし、これからオーナーになろうとする人がそこに価値を高く見積もっているから、それが欲しいってなるわけですよね。まあ、そういうようなバランスを見ることによって、我が家ではいらないけれども、でもそれを欲しがっている人がいるかもしれないっていう、これがフリーマーケットアプリの さあさまざまお話しましたけども新しい目標設定をしましょう100話で30万ってことは200話に向かううちにまた30万が新たに目標設定できるわけなんですけどもでもねさすがに実績もあるし100話続いた少なくとも私たちはスキルアップしてるんですよね高さも私も100話を取る部分だけでもスキルアップしてると思うんですよじゃあ 0から100までで30万。100から200までで30万だったら進歩がないじゃないかって話なんですよ。ということでね、200話に向かうにあたって、40万とか50万とか60万っていう設定をしてもいいんじゃないかなと思うんですけどもね、いかがでしょうかね。まあそういうふうなお題をどうでしょうかタカさん、お題を出せませんかっていうふうな問いかけをしたときによし、じゃあ、こうなったら、今度はね、300万を目標設定にしましょうと。 これを500話までに完成させたいんだ、みたいなね、テーマで論ずるとどうでしょうかってことになります。なんか言ってみれば、気になる男っていうオンラインサロンを2人でマネジメントしてるみたいなもんですよね。いつの間にかそういう風なものになっていて、わずかね、1ヶ月2ヶ月前には存在しなかった気になる男っていう風なコミュニティが生まれてきて、それがオンラインサロン化してるってことなんですよね。 で、この動画をご覧になっている方もいると思いますし、で、ご覧になっていて、まだね、じゃあタカさんの YouTube アカデミーに入ってないよって方もいらっしゃると思いまです。場合によっては、速化塾に入ってないっていう方も見てるかもしれません。これ一般公開動画なんで、速化塾にも縁がないと。で、YouTube アカデミーにもね、タカさんの縁がなかった。でも、ちょっと見ちゃいました。偶然、クリックしちゃいましたって人が生まれているのも確かだと思うんですよ。 では続けていく限りはそういうふうに今まで私でもタカさんでもアクセスできなかった方が流入してくる可能性ってあるわけですよねでそこに対して例えば今回の動画は初めて私の動画もしくはタカさんの動画をご覧になっている方に向けてのメッセージですっていう風に冒頭で語ったらどうですかねたまたま見に来た人がおたまたま見に来たけども自分に対してのメッセージじゃないかって感じていただけることによって次の 動画も見ていただいたりとか、チャンネル登録をしていただいたりとかする可能性が高まると思うんですよ。ですんでね、いつのことになるか、まだ何とも言いませんけども、もしかしたら101話とか102話になるかもしれませんけども、こんにちは、今回の動画は、初めて私の動画をご覧になっていた方へのメッセージになります。というふうに冒頭、3秒か5秒で切り出したとすると、そこで、初めて来た人の心をつかむことになるんじゃないかなと思うんですよ。プラス ずーっと見てくださってる方とか、タカさんや私の存在はすでにね、ご存知になった方も、おというくだりで始まった今回の動画は、どういうふうな形で新規さんの心を掴もうとしてるのかなっていうふうな学びの一話にもなると思うんですよね。そしていつかそういう方も自分で情報発信をしたりとか、自分で誰かに語りかけるときに、この冒頭のテンプレートを使うかもしれません。皆さんこんにちは。今日は、 初めて私の話を聞く人へのメッセージです。っていうふうに語り出したら、その人だけを自分の方向に抽出することになるんですよね。で、こういった掴みに関しても、誰を掴もうとしているのかってことをちゃんと最初から話すことによって、本当にその人を掴むことができる。まあ、こんな話し方もあるわけなんですよね。まあそういうふうな YouTube で様々気づいたノウハウ、テク、こういったことを皆さんにもこれからお伝えして、人に語りかけるときとか、 こちらから見えてない人に対して発信するときにはどうすればいいのかなっていうことをね、お伝えできればと思います。はい。じゃあ今回は以上でございます。101話。タカさんのね、即歌塾入塾に際しまして、タカさんのコーナーも11月から作られておりますんで、えぜひね、YouTube の Q&A コーナー、こちらの方にも耳を傾けていただければと思います。えそしてタカさん、改めてなんですけども、即歌塾にお越しいただきまして、ありがとうございます。 本格的にこ,こからスタートだと思います今までも本気ではやっていましたけども本格的なスタートはこれからじゃないかなと思うんですよタカさんも1ヶ月ぐらいで30万ちゃんと目標通り作りましたよとそしてお金を払っていただいた方へのこれからサポートも始まりますけどもこれはね払ってよかったと思わせるようなものになると思いますその人が決断してタカさんの YouTube のオンラインさん YouTube の塾に入りましたそしたらやっぱり選んでよかった自分の選択は間違いなかった決断間違いなかったっていうふうに思っていただけるようにタカさんは運営をされると思いますそうすることによってお金を払って購入した人にも恥にならないむしろね逆に誇りになるようなマネジメントができるんじゃないかなと思いますこれは何を意味するかっていうとまあアムウェイにしてもね他のエクシャーにしても、まあ、いろんなちょっとね 入ってみて後悔したとか、人からの信頼を失っちゃったとかね。自分がそこに参加してみしたってことが、今更恥ずかしくてえないよみたいな。まあ、そんなビジネスってあったと思うんですよ。そのと、それとは逆ですよね。悩んだんだけども、やってよかったよと。これは堂々と人に言えるよと。YouTube の見方が変わった YouTube のスキルアップができたのは、いや、気になる男シリーズを通じて、タカさんと出会ったからかなっていうふうに思っていただけると、まさにね、あの、 お金を払って塾を買った人にとってタカさんが恩人になるっていう感じですよねはい私はですねいつも動画をご覧になってる方は恩人だと思ってます見てくださってる人のおかげでやっていけると思ってます場合によっては見ていただけてない人見ていたんだけども見るのをやめちゃった人からも勝手に学ぶようになってますですんで結果的には全ての人に感謝なんですけどもでも視聴した方とかね お金を払って塾に入った方がいや本当に選んでよかったですって言っていただけるのってやっぱりねあの塾長身寄りに尽きるってタカさんもいませんか、まあそういう風なね、えー、塾運営をタカさんもしてくださると思いますし何、まあ、せねレススポンスはこの早いいと思いますそして動画で今節丁寧にやってくれるっていう信頼もあると思いますんでタカさんの塾に入られた方 私かからもも、言いいまますすけども本当に良ったと思いますよ。この選択ができなければねやっぱり次の選択っていうのはまたやりにくくなるんじゃないかなと思います。はいタカさんじゃあ次の200話まで向けてどのぐらいの実績を求めていこうかなとかね逆にどのぐらいの金額を稼ぐのに何話までになりそうですかみたいなねこの辺についてどうでしょうかね。 100話までで30万行きましたんで、まあ、30万以上になったと思いますけども他のことも活動するとね私の方もこの100話に行くにその道中道の途中でですね、えー、高さの入塾以外の売り上げも上がってますんでそう考えたら YouTube の効果ってのはすごいなと思いますよね100話を2人で完成させて数十万ってものがそこに生まれるってことこれが客観的にも証明されたんじゃないかなと思います 長々と話しましまたけども、今回はこれでで以上です。102 1 1話終わります。0話ではタカさんがね、じゃあ、どんな目標設定ができたのかってことが聞けるのかなってこところですよね。皆さんも参考にしてみてください。そして、気になる男シリーズみたいな動画のリレー、効果が確かにあるでしょっていうことを申し上げて、今回、101話を閉じたいと思います。ありがとうございました。